もう一回やりまーす。リミットホーと申します。よろしくお願いします。ダメだよ。すみません。そうですね、聞いて分かる通り、我々日本であまりね知られてないバンド月頃でやってるわけなんですけども、まあでもその今日本でね売れてるバンドっていうのは、我々今やってるような、昔ながらの外国のロックであったりメタルっていうジャンルであったりっていうのを、インプレッション受けてインスピレーションを受けてやってきてるので、まあそんなもんやと思って、聞いてもらえたらなと思います。次の曲
館新刊ライブということで新入生が、たくさん来てくれているんですけども、どうでしょう、ちょっと軽音楽部これもライブ見て興味持ってくれたなって思う方いらっしゃいますかね。あれあれお前軽音楽部あ、 ありがとうございます。あちらほらいるって感じなんですけど、まあ、今晩このライブをね終わった後はあのプライベートでちょっと話もできたりする晩ご飯みたいなのを用意しているので、そこにね一回来てもらって、そこからまた考え直してもらえたらなとか思っていますよ。はい、ほんで次はなんとリミット4、我々リミット4 4年間やってるんですけど、初の日本の曲やります。
こんな曲をやるの初めてですけども、知ってる方はね、知ってると思うんですけど、はい、次は僕たちらしい曲というか、やりますね。で、皆さんにも歌ってもらおうかなと思うことで、また僕ら史上第2弾、日本の曲持ってきました。で、みかんってみんな知ってますか？知ってる。愛媛県のみかんって皆さん知ってますか？愛媛県の和歌山のみかんはダメ。愛媛県のみかん知ってますか？知ってる。よし、みかんの歌。